データカード出す最強過密モード好評稼働中。最強過密モード、みんなよ、みんなよ、みんなよ、みなさん、今日はリナヨのライブツアー、プレシャスダイアリーに来てくれてどうもありがとう。数年前、一世を風靡した神秘の歌姫リナヨ、綾間ルナはあのリナヨの妹だったのか。へえ、お姉さんもアイドルだったのか。リナヨって確か、うん、人気絶頂を誇っていたけど、ある時突然引退したという伝説のアイドル。呼んだか？別に呼んでないし。馬車は伝説の剛力神だろ、伝説のアイドルの話をしてんの。そうか、わしが引退してた理由を話そうかと思ったんじゃが。それはまた今度聞くちゃん。今はルナちゃんのお姉ちゃんの話。そうか、残念じゃの。なるほど、アヤマルナがそうまでしてパーフェクトスーパーエターナルアイドルにこだわる理由がわかったぞ。それはおしゃべりはそこまでにゃ。シャイニングクローン、ミグルガング、深く勝者ピュアモンスーン行くぞザンディエン。来た、この男ぞ神の音、俺のビートだ、ガミスモード。刀の神ザンギエン、聞かせよう俺たちのビート。ザンギエン、ピュアモンスーンを、アヤマルナを、ジャークパワーから解放してやってくれ。分かっている、お前が俺を解放してくれたようにな。見合って見合って、リナヨのために戦っているんだな。お姉さんの夢、お姉さんの叶えられなかった夢を叶えるために戦っているんだな。お姉ちゃんは頑張って頑張ってトップアイドルに、神秘の歌姫と呼ばれるまでにアイドルの道を上り詰めた。頑張ってね、お姉ちゃん。うん、お姉ちゃんもっと頑張るから見ててね、ルナ。うん、行ってきます。行ってらっしゃい。でもそこで待っていたのはトップアイドルであるがゆえの苦しみ、常に要求される完璧なパフォーマンス、次々に現れる新人若手アイドルとの人気争い、世はまさにアイドル戦国時代。そこを生き抜いていくため、アイドルとしての輝きを持続するための苦悩や努力は想像を絶するものがあった。そしてお姉ちゃんは、私はご利益で永遠の輝きをもらう、永遠の輝きを放ち続けるパーフェクトスーパーエターナルアイドルとして永遠に君臨し続ける。それがお姉ちゃんと私の二人の夢。そしてその夢を叶えるために優勝するのが私の夢にゃ。だから私は、私たちは負けられないのよ。輝いて、私の人体コーンにゃー、決め技ザンフロッピーネイル。ザンギュにゃ、
まだ倒れるわけにはいかん。グランピーネイルを受けて立っていられるにゃんて。お前たちはおめでたい奴らだ。いや、姉の叶えられなかった夢のために戦うアヤマルナ、そのアヤマルナのために戦うピュアモンスーン、おめでたいくらい優しい奴らだ。俺はかつて自分の力を誇示するためだけに暴れ回っていた。ジャークパワーを受け入れ邪力神となってから、それはさらに加速した。だがお前は違う。邪力神になっても力に溺れることなく親方のために戦っている。誰かのためを思い戦うことのできるお前たちは優しい奴らだ。そうだな、そんな優しい奴らにはジャークパワーは似合わない。約束しろピュアモンスーン、俺が勝ったらジャークパワーを捨ててもらう。何言ってんのよ、一方的に。だったら私が勝ったら何してくれるにゃ。心配するな、その可能性はゼロだ。解き放て俺の人体コーン。決め技、先行大輪山。ごめん、ルナ。ううん、いいのよ。これで踏ん切りがついた。パーフェクトスーパーエターナルアイドルへの道。え、諦めるにゃ。まさか。一歩一歩歩いていくよ。自分の力でね。ルナ。ありがとう、カイセイ君、ザンギエ。では約束通り。そうにゃね、もうジャークパワーはいらないにゃ。うん。あーや、よーし、なんか身軽になった気分にゃ。よかったな、進め。うん。優しい奴にジャークパワーは似合わない。その通りだぜ、騎士海星。邪力神の親方は俺一人で十分だろ、バイエン。ま、そうだな。もしもし、お姉ちゃん、私もっと輝けるよう頑張るね。何よ、急に改まって。それに、あ、あなたは今でも十分輝いてるわよ。お姉ちゃん。それと仕事の話をするときはお姉ちゃんじゃなくて社長でしょ。はい、社長。なんかあったの？ううん、もっともっと頑張んなきゃなって思っただけ。あの星を目指してひたすらに、ほとばしる情熱から未来のことがする。誰かのため自分のため、一歩前に進むため、何もかも君の強さだよ。あの日の涙、あの日の悔しさも何もかも、ちっぽけな雪空へも届くから、追い越せるはずさ、登る
始まるワルダークとの因縁の対決、次回切り開く運命。ハッケよーい、残った。今回の連動パスワード発表。ゲームプレイ時に入力すると超いいことが。詳細は公式ホームページをチェック。